はい。皆さん、こんにちは。お疲れ様です。ひろしの時事ニュースチャンネルです。え、今日はですね、ちょっとまた、あの、飯塚皇族に関するニュースなんですけども、ちょっと、あの、ひろしのリスナーさんがね、ひろしニュースが入ってきたぞね、やってくれーつって、え、結構いろんな方が DM が来ました。はい。え、これですね、え、被告の車、不具合なしね、不具合なし不具合なしえ、大事なことだから参加しました。不具合はなかったと、え、いうことです。え、官邸の警察官、え、これね、池袋暴走事故の件ですね。まあ、要はですね、 まああのこんなの分かってたことなんでね、ぶっちゃけた話、まあ広瀬はね、もうみんな忙しいんだから無駄な解析させんなってね、ちょっと思いたいんですね、ちょっと言いたいんですけども、あのぶっちゃけた話、まあ、要はもう警察官はわざわざですね、まあ、事故車をこう解析して、ね、不具合なかったと、ねえー、いうことで、ちょっととりあえずですね、これニュースを全部読んでですね、まあ、その後にちょっと少し広瀬なりの解説を述べさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。じゃあちょっと読んでいきますね。はい えー、東京池袋で、えー、親子二人が死亡した乗用車暴走事故で、えー、自動車運転処罰法違反、えー、違反罪に問われた、旧通産省工業技術院の元委員長、えー、飯塚構造被告89歳。もう89で、も90だぞ、もう次ね。89歳の第 5,、えー、第5回公判が1日、えー、東京地裁であった。えー、事故後に、 被告の車を鑑定した警視庁の警察官の証人尋問が行われ、暴走を引き起こすような不具合はなかったと証言したということですね。まあ、ぶっちゃけたなし、まあ、なんだろう、知ってたみたいなね、もうそんな感じなんですけども、警察官は大破した車の、まあ、実際に大破した車のね、 大破した車の前後輪を回転させて、ブレーキペダルを踏む実験をしたところ、ブレーキは正常に作動したと説明、車載の記録装置に残っていたデータにも、 車が勝手に加速したり、ブレーキがかからなくなったりした形跡はなかったと述べたということです。もうちゃんと実験して、大破した車の前後輪をちゃんと回転させて、ブレーキベテルを踏む実験したと。ね、もうそうしたらですね、もう全然なんかもうそういうね、あのもう正常に作動してたし、車が勝手に加速したり、ブレーキがかからなくなったりした形跡はなかったということですね。あのもう勝手にあのアクセルを、なんだもうずっとブレーキ踏んでたのに、アクセルがかかってそのまま進んでしまったということは、 まあ正直、飯塚幸続の嘘だったということですね。まあ、嘘か妄想か、まあ、パニックになってたんでしょうけども、はい。被告の車はブレーキランプを点灯させず暴走する様子が目撃されていたが、ランプにも異常は見つからなかったという。 アクセルが全開だったことを示すデータも残っており、もうアウトじゃん。考えられる事故原因はアクセルとブレーキの踏み間違いだと話したということで、まあ、はい、わかりました。すいません。僕がアクセルとブレーキを踏み間違えちゃいましたっていうと、まあ、かなり罪がボーンって被ってくるから、いやいやいや、あくまでもブレーキ踏んでたんです。もう、もうアクセル、勝手にそれがアクセルになっちゃってっていう、まあ、言い訳をしてるとらわれても仕方のないことですよね、これってね。 要は素直に罪を認めるとなんか重くなっちゃうみたいな感じなんじゃないですかわかんないけど弁護士から言われてるんじゃないですかだから、だからしかもほら、もう見てた人たちね、もう全然そのブレーキ踏んでるケースもうなかったと。ほら、ブレーキ踏んだらなんかあの赤くヘッドライト、テールライトだっけ、なんかあの赤く光るじゃないですか、ブレーキ踏むと。ああいうの全然光ってなかったっていう証言とかもかなりあるんで、まあ、ぶっちゃけこれは苦しいと思いますけどね。まあ、正直、飯塚構造 これね、まあ、正直な話ですね。まあ、さっきも言ったけど、まあ、みんな忙しいんですから、無駄な解析させるんだのね、まあな、裁判を長引かせるなってヒロシは言いたいのと、まあ、正直ですね、これでやっぱりト、もうトヨタにもね、お目を着せたことになっちゃうんで、まあ、ぶっちゃけな話、どうかなって思っちゃいますもうトヨタも本気になっちゃいますよ。ね、まあ、本気になってるかそもそもね。だってもう、トヨタに勲章バトル仕掛けたって意味ないんで、うん、トヨタには負けちゃいますよ。うん。あとさ、まあ、ちょっとヒロシが、まあ、今回の事件でも本当にこれ痛ましい事件だな、ムカつくなって思うのは、 こんな簡潔な事件、こんな簡単な事件になんで2年もかけてるんですかってヒロシは思うんですよ。でもうちょっとかかるでしょ、ね。2年もかけてる。要はこれって、この飯塚幸三が、まあ、飯塚光三君がこれ、結局、もう89歳じゃん。まあ、亡くなるの、もう逃げ切るのを待ってる状況。 大事だよね正直これもちょっと許せないんでこ,このままだったら地獄落ちますよってちょっとヒロシ言いたいんですよこのまま死んだらあなた多分天国行きませんよ、ねまあ、ヒロシはあまり宗教的なこととかちょっとよくわかんないんですけどいいんですかそれで日本中の人から恨まれて世界中の人からも恨まれてるかもしれないよだってもうこれすごいグローバルなニュースじゃないですかそんな状況でねなんか亡くなってってなんかの後に残された家族とかなんかお家っていうんですかちょっとよくわかんないけどねお家かっこ笑いとかそこら辺とかもにもなんかものすごい迷惑とかか,かっちゃうんじゃないですかねなんか素直になんかちゃんと決着つけた方が素直に謝って 許されることはないけども、本当に申し訳ございませんでしたって謝って、遺族の方には謝って、で、まあ、亡くなった方は帰ってこないけど、そうやって謝ってさ、あのー、ね、少しでもなんか、 心の負担軽くしてあんまりなんか死ぬとかね生きるとか言うとちょっと失礼だっていう声も聞こえてくるかもしんないけど広ロが89歳でこんなことになっておなんかどうかなってちょっと思っちゃうけどねうんなんで2年も変わってんだろうねうんしかもさ改めて事故当時87歳でしょ免許返納してないって異常だと思いますよ本当にだってブレーキとアクセルの違いも分かんないわけですから現にこれって分かってないわけでしょでしかもいまだにもしかしたら本気で信じてるかもしんないじゃないですか自分は、えー、ブレーキを でいたってそんな人が免許持ってるってのもおかしいんで、やっぱ返納しないっておかしいなってちょっと思いますよね。うん。だからもう恥の上乗りなんでね、もう潔く、えー、やっぱりもう受け入れて、しっかりと遺族に謝罪することが、ヒロシは重要だと思います。で、それで許されるかどうかっていうのはまた別問題ですけど、ちゃんとあの謝る。本当に申し訳ございませんでしたって、相手には謝る。そうしたらもう本当に多少だけど、ほんのちょっとだけど、 まあ、遺族なね、あの、パパも報われるんじゃないかな、お父さんもね。そう思いますよ、広志はうん。まあ、もちろん、あの、死んだ人は帰ってこないですけどね。うん。で、まあ、なんつうんだろうな。なんと、このほら、上級国民。まあ、明らかに飯塚皇族は上級国民で、まあ、あの、非喜はされてますよ。まあ、同じような事故を起こしたおじいちゃんとかみんな逮捕されてるんで。 だから、いつも通り、なんか、警察官とかよくわかんないけど、ま、あ警察って言うんだけどさ、よくわかんないんですけど、なんかもう、上級国民だから、よし無罪よしって言って、あの、現場猫みたいに、お、この人は上級国民えー、無罪よしってやろうとしたら、もう、世間にものすごい注目されちゃって、もう、すごいグダグダになっちゃって、今さら取り返しがつかないみたいな感じにもなってる。そんな感じもしますよね。うん。だからね、もうね、執行猶予とかなしで、普通に、懲役とか食らってほしいんですけど、まあ、まあ、それは無理かな。なんか、自称、歩行不能だからね。なんか一応、自称ですけどね、まあ、歩行不能なんで、 まあ懲役ないのとそれを理由にやっぱりほら逮捕とか留置とかもみんなも拒否したわけですからそれはちょっと無理かもしんないけどまぶっちゃけないしねなんだろうな なんか時間稼ぎはしてるよね。なんか国が時間稼ぎしてる感がすごいあって。なんか国国っていうかなんていうかこう裁判っていうか本人本人もさ、まあ、ちょっと逃げ切ろうとしてる感はすごいじゃないですか。時間稼ぎしてるなって。だからその民事まで生命が維持できるのかなってね。もうちょっと広瀬はすごい心配ですよ。だって89歳ですからね。うん、まあ、でも、俺はもう日本の医療技術を信じるしかないですよ。あの、共和に放火殺人事件の青葉真司君。彼はも,もう絶対絶命だったけど、日本の医療のせいで、あの、ドクター X のせいかわかんないけども、日本の医療のおかげで、あの、 絶望的なな状況かから生き残ったじゃないですかあれ絶対裏に多分ね、あのダイモンミチコっていうんですかな、ドクター X がいたと思ってるんですけども、まあ、このやっぱり日本の医療技術でですね、やっぱりそのちゃんとあのしっかり全てのケチがつくまではですね、このあの、 ええと、この、飯塚幸三君んのですね、生命をね、ちょっと維持させてほしいなって、ちょっと広瀬は思いますね。はい。えー、ということで、すいません。ちょっとかなり半分今日は愚痴愚痴というかなんか、広ロの妄想全開みたいなニュースになってしまいましたが、まあ正直な話、被告の車は不具合なしということで、まあこれで、まあ、あの、飯塚幸三君がですね、まあ、やっぱりまあ、ブレーキとランプを、あのね、あの、ブレーキを、 押したのに、ブレーキを踏んだのに、ね、アクセルが全開になってしまったっていうのがね、嘘だったということが分かって、しかもね、元ヨタに思いまで着せてしまったということが分かりましたので、まあ、あの、一応ね、ちょっとニュースをさせていただきました。ありがとうございました。ということで、今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。あのー、まあ、今後もね、多分このイーズ構造に関するニュース、まあ、今後もどんどん出てくると思いますので、まあ、またそういうニュースやってるか励みになりますので、もしよかったら、 えー、チャンネル登録とか、えー、していただけると嬉しいです。で、あと、今回の件に関して、あの、コメントとか、えー、どんどん書いてください。まあ、ひろしお前の考えは間違ってるとかね。まあ、ふざけんな、ま、言いたいこと言いやがってとかね。もうそういうね、あの、マイナスのことでも全然構いませんので、えー、どんどんコメントに書いてください。あの、結構ひろしあの、コメントとか見て勉強してたりですね。まあ、どんなニュースやろうかとか参考にさせていただいてますので、よろしくお願いします。ということで、今日はこの間にしておきます。ありがとうございました。失礼いたします。